この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録とコメントと高評価お願いいたします。イエーイ。はい、皆さんおはようございます。高井です。2022年10月1日福岡国際センターに来ました。今日こちらの会場で HKT48 のおしゃべり会が開催されるということで、この日をずっと楽しみにしてました。おしゃべり会といえば HKT のメンバーとその名通りおしゃべりすることができるといった、そういった内容のイベントになっております。3年前は握手会でしたが、新型コロナウイルスの影響で直接握手をすることが難しくなり、おしゃべり会という形で話をするだけと、そういったイベントに変わってしまいました。ただ握手はできなくてもメンバーに直接会って話をすることはできますので、メンバーに直接会いたいというファンの人の思いだとか、そういったことを考えると非常にありがたいイベントなのかなと思います。それでは今からおしゃべり会に参加していきたいと思います。はい、それでは現時刻ですね。現時刻が12時47分です。13時から第1部始まります。第1部はリコちゃんとマイちゃん、そしてナコに会ってきますね。まあ、それぞれ3枚ずつおしゃべり会の参加権持ってますので、今から第1部行ってこようかと思います。まあ、リコちゃんに至っては卒業発表をしまして、初めて会います。そしてこれが最後のおしゃべり会です。舞ちゃんに至っては復帰後初めてそのおしゃべり会で会うことになります。第1部で久しぶりの話をしてから、でそこから第2部第3部といった感じで、深く今までのこととかこれからのこととか、まあいろいろお話ししていこうかなと思います。今ですね、一部終わりました。リコちゃんと、マイちゃん、そして、ナコちゃんとお話をしてきたんですけど、まず、リコちゃんですね。リコちゃんとマイちゃんに至っては、もう話し慣れてるというか、長年の関わりがありますので、9年とか10年とか会ってますので、まあ、沈黙も気まずくないというですね。まあ、そんな、リコちゃんなわけですけど、リコちゃんももう卒業するってことで、でも福岡で活動はするということなので、まだどこかで会える機会があればいいのかなって思います。舞ちゃんに至っては元気そうで何よりでした。休養期間が1ヶ月ありましたので、実際に会って話をしてみてもだいぶ体調良くなったのかなと思いまして、一安心しました。最後になこちゃんはだいぶ大人になりましたね。着てる服とかもそうでしたし、見た目もだいぶ大人になりまして、もう21歳ですよね。僕は小学生の頃からなこのことは知ってますので、あの時と比べると本当に大人になったなと。見た目も大人になりましたし、中身も大人になったと思います。小学生の頃なんか本当にピンマイク3本必要とかって言われてましたからね。それぐらい声小さかったんですけど、その時から僕知ってるんですけど、だいぶ大人になったなっていうのが今回のおしゃべり会の印象でした。これで一部終わりますけど、次が僕参加するの4部なので、しばらく時間があります。4部が16時からで、今が13時40分なので2時間以上時間がありますので、こちら見えますね、博多のポートタワー見えると思うんですけど、近くにある温泉に行ってみようかと思います。こちら温泉の名前が波はの出て温泉になります。もうすぐそばです。福岡の都市高速道路出入り口を抜けるともうすでに見えます。今の時間帯が14時50分。今からですね、汗をしっかりと流して、しっかりとシャンプーとかですね、リンスとかボディソープとかしまして、清潔な体で自分の推しメンに会いに行こうかと思いますので、そしてすぐに見えてました、こちら波はの湯です。こちらの方で汗を流していこうと思います。はい、今温泉ですね、使ってきました。はい、波はの湯で、そして天丼も食べてましてね。現在時刻が16時過ぎてます。4部の受付は開始してますので、今からすぐに会場に戻りまして、次の4部はリコちゃんですね、坂口リコちゃんのおしゃべり会ですので、今から向かっていこうと思います。今はですね、4部そして5部が終わりました。はい、まず4部がリコちゃん、そして5部がマイちゃんと会ってきました。4部のリコちゃんとはですね、YouTube についての話をしました。リコちゃんすごいですね、始めてまだ1週間も経ってないのに、確認したんですけどチャンネル登録者数が2000人超えてました。で2本動画今まで出てますけど、再生回数とかも合わせて1万回いってますので、さすがだなって思いましたね。リコちゃんがですね、収益化の方を目指してるってことで、
はい、話をしていて、実は収益化のには条件がありまして、2つあるんですよ。1つがチャンネル登録者数1000人を超えるということと、もう1つが総再生時間が4000時間を超えるっていうのがあるんですね。この2つの条件を満たすことによって収益化が可能になるわけなんですけど、今のリコちゃんだとチャンネル登録者数2000人超えてますので、片方の条件ってすでにクリアしてるんですね。あとは総再生時間の4000時間、ここを超えられるかなんですけど、どっちの方がハードルが高いのかっていうのは、僕も YouTube をやってる身ですので調べてはいるんですけど、まあ一概には言えないみたいなんですけど、総再生時間4000時間の方がハードルは高いみたいです。リコちゃんもかなり収益化までは時間がかかるのかなって思います。ただ半年ぐらいでもしかしたらいけるかもしれませんね、リコちゃんだったら。ついでに僕の場合だとチャンネル登録者数1000人、そして総再生時間が4000時間を超える、まあ、つまり収益化が可能になる基準を達成するのは、今の僕のこのペースのままでいくと計算上では1年後になります。リコちゃんですね、 YouTube の収益化最初に目的にするということで、それを同時に僕も応援しつつ、僕自身もリコちゃんに負けないように YouTube の方頑張っていってですね、まあ、チャンネル登録者数1000人とか、まあ、もちろん1万人、そして10万人超えを目指してですね、日々頑張っていき、まあ、最終的な僕の目標としては HKT48 の公式のチャンネルがあるじゃないですか。あのチャンネルのチャンネル登録者数が 25.7 万人なんです。なのでこの 25.7 万人に達するところが僕の最終目的地でありますので、はい、そこを目指して僕もですね、リコちゃんから刺激を受けて頑張ろうかと思います。そして次はマイちゃんです。マイちゃんとはですね、まあ、やはり、まあ、YouTube のことで盛り上がりました。あまり深く話はできなかったんですけど、僕は YouTube をやってるってことを初めて知ったみたいなことを話をしまして、あとはその10周年、昨日の10周年の同窓会についての話をしました。まあ、残念ながら僕はそのイベントには落選してしまったんですけど、はい、では今からですね、6部空きまして、7部に最後にまえちゃんの、おしゃべり会ありまして、今日のおしゃべり会イベントは終わりになります。このチャンネルでは HKT48 やその関連動画を投稿しています。定期的に投稿しているので、ぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は画面右下のアイコン、または概要欄から行うことができます。最終部、7部も無事終わりました。7部は舞ちゃんとお話ししましたね。話した内容としては、とりあえず一安心と、舞ちゃんが1ヶ月ぐらい休養してましたので、その間全く会うことができませんでした。まあなんでちょっと心配はしていたんですけど、今日の舞ちゃんだとか、あとは劇場公演のですね、舞ちゃんを見て、一安心したところであります。まあ、そういった話をですね、舞ちゃんとしました。あとはもう明日来るってことも伝えましたね。今回1日目、福岡国際センターで開催された HKT48 のおしゃべり会は、これにて終了です。はい、皆さんおはようございます。高井です。HKT48 のおしゃべり会、2日目にやってきました。今日は1部、2部、そして本で7部、8部とおしゃべり会に参加していこうかと思います。で、1部、2部で舞ちゃんとリコちゃん。そして7部、8部も同様にリコちゃんと舞ちゃんのおしゃべり会に参加していこうと思います。現在時刻がこちら、9時45分。本来であれば1部から、すなわち10時からおしゃべり会開始と言いたいところなんですけど、舞ちゃんが残念ながら1部2部お休みということになりましたので、次の僕の参加は2部のリコちゃんのおしゃべり会からのスタートになりますので、かなり時間が空くことになります。舞ちゃんの振り返りに関しては正直どうなるかはまだ公式から発表はありませんので分かりません。もしかしたら3部4部とかになるかもしれませんし、別の日に振り返りになるかもしれません。そちらの方は追って公式ホームページを確認して、その都度、対応していこうかなと思います。今からですね、第2部坂口莉子ちゃんに会いに行ってきます。前回は YouTube のことについて盛り上がりました。なのでその延長ですね、話していこうかなって思います。それでは行ってきます。
今ですね、第2部無事終わりました。リコちゃんとお話をしてきたわけですけど、 YouTube について軽く話をしまして、僕が YouTube してるってことを残念ながら知らなかったみたいなんですよね。ただ実は僕って岡本直子ちゃん、卒業メンバーの直子って実は僕が YouTube してることを知ってるので、これから先僕が動画を出して有名になればですね、メンバーにも僕のチャンネルを知ってもらえるのかなと思いますので、まあこれから先ですね、頑張っていこうかと、そういった励みになった、そのきっかけを作ってくれた今回のおしゃべり会でした。では今からですね、次の部が7部そして8部なので、だいぶ時間が空きます。なので5時間ぐらい時間が空くということで、今からですね、はい、こちらの生写真トレードですね、そちらの方をしていこうかと思います。はい、では今現在時刻が17時です。午後の5時ですね。残念ながら第7部のまいちゃんは体調不良のためですね、お休みということになりましたので、7部はありませんでした。今からですね、17時から行われる8部、8部はリコちゃんです。坂口リコちゃんに会いに行ってきます。リコちゃんとおしゃべり会で会うのはこれが最後になると思いますので、悔いのないようにですね、リコちゃんと最後にお話ししていきたいと思います。ついにリコちゃんと最後のおしゃべり会のイベントが終わりました。これでもうリコちゃんとですね、おしゃべり会で会うことはもうありません。文字通り最後のおしゃべり会となったわけです。9年ぐらい前から全国握手会、そして個別握手会、数えきれないほどのですねイベントに参加しまして、今日が最後です。2022年の10月2日のおしゃべり会が最後のリコちゃんとですねおしゃべり会になったということです。最後の言葉としては、もう10年間お疲れ様でしたっていうことを、しっかりと伝えました。またこれから先もですね、よろしくお願いしますみたいな話をして、それで終わったわけですね。今更多くの言葉はいらないのかなって思います。ただまだ劇場公演が残ってます。僕は福岡に住んでますので、劇場公演にも可能な限り参加しようかと思います。それではですね、今回の2022年の10月2日福岡国際センターで行われました HKT48 のおしゃべり会はこれにて終了です。ご視聴いただきありがとうございました。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録とコメントと高評価お願いいたします。